新ほどがやインターチェンジ、藤塚インターチェンジで入り口地図、新ほどがやインターチェンジは、神奈川県横浜市ほどがや区、藤塚町にある国道1号横浜新道と、国道16号ほどがやバイパス及び、国道16号横浜新道を接続するインターチェンジである。ここでは、併設している藤塚インターチェンジと、新ほどがやインターチェンジの施設の一部である。 新ほどがや料金所についても併記する。横浜新道下り線の本線上、及び、戸塚方面からの藤塚 IC 内に、藤塚町バスストップがあり、総鉄バス浜17.18系統東戸塚駅、西口行きが利用できる。また、横浜新道戸塚方面から、藤塚 IC を出ずに、料金所方面に行くと、2003年に廃止された、 カンナ中バス東霊語系統のバスストップ跡がある。かつては、インターチェンジに隣接された場所に、ソニーの中央研究所や、関連施設があり、バスストップ名は、ソニー研究所前であったが、2004年12月頃までに、ソニーは移転、撤退し、現在のバスストップ名に変更となった。富士塚インターチェンジに関するカテゴリー、新ほどがや料金所に関するカテゴリー、 ありがとうございます。